おい、早う飲まねば巻き返す手は他にないぞ。天下大吉。討伐の大手柄はお主に持っていかれたな。ん？面妖なやつ、何者だ？なんとまがまがしい気を。おお、貴公、あの気を見てもおじぬか。義勇兵にしておくにはもったいないな。我ら孫家
竜と競り合う力すごいし虎の一族、その地に宿すは時代を切り開くに足る層、あの悪しき気はいずれ我らの行く手を阻むであろう。わしか、それとも好敵主たるお主か、どちらが先に世を包む闇を切り裂くか見ものだな。曹操殿にも知らせねば、一足先に戻るぞ。気の乱れはあの男のせいなの？うん、急いで老子様に知らせないと。一緒に来てくれる？人の命運は天に輝く星が示す。世を騒がした黄巾の乱の首謀者張角はその肖像とともに消えました。しかし戦乱は続き、大地から死の匂いは消えません。戦乱の元凶となっていたのは私欲に走る高官たち。その元凶を断つため、英雄たちもまた動き出します。帰ったのかい、交渉。老子が心配していたぞ。お客さんかい？珍しいね。うん、そんなところ。ごめん、急いでるから。老子様、老子様。山に妖魔が現れてね。老子が調べに向かったよ。ありがとう。老子様が心配だわ。でも山に行くのならしっかり準備しないと。